有田陶器市有田陶器市は毎年ゴールデンウィークの期間に佐賀県西松浦郡有田町で開催される陶器を販売するイベントである。有田焼など陶器の街として知られる有田ならではの有名なイベントで2003年で100回目を数えた伝統がある。メインストリートの皿山通りには様々な陶器を扱う店が並び100円を切る。 手軽な値段のものから何百万円もする豪華なものまでバラエティに富んだ陶器が販売される。開催時期には6時過ぎから早い店が開き始め、一部の店は19時過ぎまで営業が続けられる。1896年に高ラ社社長、旧代深川坂江助、江門の有田時期講師会社社長、田代定一を中心に陶磁器品評会が始まり、 1915年より当時期品評会に合わせて地元の当時期店が在庫品や当該品の蔵皿販売を始めたのがきっかけとなり当期市が始まった。1942年から1947年の戦中戦後の混乱期及び2020年の新型コロナウイルス感染拡大時には中止になった。第二次世界大戦後になると半端者や 傷物、時には、有田焼き以外の低級品を含めて、豊富に並べ安値で売るといったスタイルが確立。客側の目利き、店側との駆け引きが楽しめるイベントとして流成した。現在では、この時期に向けて作られる若手作家の作品なども増えており、玉石混行の度合いが高まっている。また、Facebook などの SNS のイベントページを活用した情報発信やさらかぶり競争など、 新しい観光としての取り組みも始まっている。2020年3月27日、有田商工会議所は2020年の有田東旗市、ついては、新型コロナウイルス感染拡大に伴い初の延期となった。開催時期については、9月のシルバーウィークや11月の秋の有田東旗祭りの時期の案が出たが、開催は国から感染収束の見解が出ることが前提とし、 感染状況が見通せない、現時点では、時期未定。なお、焼き物ファン向けに、4月29日から5月5日に、有田東騎市のホームページで、ウェブ東騎市を実施。購入者への送料を、町が負担する方向で調整している。また、この期間、既存店舗での営業に、一定の来場があると見て、最低限の駐車場の確保や警備は行う方針。その後、 8月27日、延期となっていた有田陶器市を中止することを決定した。同日開いた陶器市委員会で感染が収まっておらず、状況が見通せないことなどから、開催は困難と判断した。中止の大対策として、ゴールデンウィークに開いたウェブ、有田陶器市のようなウェブ販売の開催を、11月頃に検討する。日程や内容など詳細は、今後詰める。 2021年3月1日、有田商工会議所は2021年の有田東騎市ついては開催する方向を確認し、3月30日に開催することを決定した。しかし、新型コロナウイルスの感染状況によっては、今後も中止を判断する場合があるとしている。また、オンライン販売のウェブ有田東騎市も昨年に続いて実施する。コロナ対策として、 会場間を結ぶシャトルバスの運行を取りやめ、駐車場を削減、主催者による飲食イベントの中止や食べ歩き禁止、参加店への対策義務付けなどの事務局案が提示された。今後、専門家の意見を踏まえて対策を徹底する。有田商工会議所は予算は例年の7割を考えており、規模も同等になるだろうと縮小する見通しを示していたが、 4月13日、一転して中止を発表した。東京都や大阪府などに新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置が適用されている感染状況などを踏まえ判断した。3月末に開催を決定していたが、全国的な新型コロナウイルスの感染拡大を受け、一転して断念。2年連続での中止となる。まん延防止等重点措置が 東京都や大阪府などで適用されるなどしたため、中止を提案し、中止はやむを得ないという結論に至った。ウェブ、有田東騎士は2年連続で4月29日から5月5日まで実施する。2020年の129点を上回る162点が参加を予定している。休日には20万人台、平日でも数万人の訪問客が押し寄せることから、 客側からすれば、いかに効率よく目当ての店にたどり着くかが課題となる。現在は、西九州自動車道が開通したことから、自動車によるアクセスが比較的容易になったが、それでもなお、ハサミアリタインターチェンジからの連絡道路、および臨時駐車場が大変混雑する。このため、初期の頃から後日の最寄り駅まで臨時列車が運転されてきた経緯がある。アリタ駅前にも、こうした、 列車客相手に店が立ち並ぶようになった。鉄道の最寄り駅は九州旅客鉄道佐世保線の上有田駅、有田駅となる。東岸期間中には普段は普通列車のみ停車する上、有田駅に一部の特急、緑、ハウステンボスが臨時停車する。また、臨時列車として博多駅佐世保駅間に特急、有田東岸緑、主に南福岡駅廃棄駅間。 竹尾温泉駅長崎駅間に、快速、有田東器種号が設定される。ありがとうございます。